You're listening to Shibuya Cross FM。 はい、ということで5時になりました。5時になりました。なりました。なんと金曜日、第3金曜日、私にいただきました、この枠。おめでとうございます。ありがとうございます。広瀬 P と申します。お願いします。よろしくお願いします。ということで今回のアシスタントこの方です。広瀬さんの友達、ミュージックディレクターをやっております原と申します。よろしくお願いします。お願いします。いやね、すごいね。いよいよもうツーショットで始まりましたね。始まりましたね。あの前回何ヶ月前ですか？2ヶ月ぐらい前。はい、そうですね。あのその時は、ね、たくさん人がねいたんだよね。あのね、ファンの後ろの番組の人のファンの人たちにね、温かく見守られながら。俺たちのファンじゃないの、あれ。全然違ったし、うん、やっぱり今一人もいない感じを見ると、うん、やはりダパンプさんのファンだったんだなっていう。あの時はダパンプさんのファン。あの時ダパンプさんだったんですよ。そっか、はい、キミさんのファンだ。そうそうそう。そっかそっか、はい、だからか、はい、まあだから人がね今日はいないんですけどね、はい、渋谷のサテライトスタジオからお送りしてますので、まあ、お送りしてますよ。 これなんとね、YouTube で見れるらしいですよね。これ YouTube なんですか？ YouTube じゃないですか？渋谷クロス FM のサイトで見れるんだ。そうですね。サイトで見れるっていうか、うん、あのここに誰もいないんで、あ、そか、見てるとしたらサイトでもう見てる人っていうね。なるほどね。ちょっと暑いですね。じゃあちょっと見てる人いたらね、ぜひ来てほしいですよね。あの渋谷のこの場所なんて言うんですか？ここはなんて言えばいいんだろう。渋谷の神南っていうエリアになりますね。うん、宮下公園の。ああ、宮下パークね。はい、宮下パークの。宮下パークの近くだ。あ、じゃああれだ、タワーレコードの近く。そうですね、タワーレコードの近くでお送りしてます。はい、どうですか、じゃあ僕と。そもそもこの番組自体初めてじゃないですか。はい。この番組タイトルとかも。そうですよ。喋る P ですよ、はい。ラジオ P とね迷ったのよ。ああ、なるほどなるほど。広瀬 P のラジオ P っていう。うんうんうん。はい、まあ、迷ったんだけど、まあ、しゃべる、まあ、ラジオとかじゃないなっていうので、うんうんうん、まあ、確かにラジオではない。そうそうそう、あのもう、まあ、音楽、ね、流すわけじゃないし。そうそうそう、まあ、具体的にこう音楽これ流したいとかもないし、うん、しかもなんか音楽流したいって言ったらこの渋谷クロス FM さんなんかすごい取り締まりが厳しくてどういう条件だと流してくれるんだっけ。なんか自分が関わった曲っていうなんかめちゃくちゃふわっとしたなんか作詞作、広瀬さんとかだったら作詞作曲したとか、あ、まあそうね、あれです。僕とかだと、まあ、じゃあそういう音楽制作に関わることあるんですけど、うん、僕が関わった作品なら OK っていう謎の基準で、うん、そうね、そんなこと言ったらいくらでもあるけど、どこまでが OK なんだっていう話で、まあけど関わってないといけないということで、はい、謎の縛りがあるので、謎の縛りがあります、はい。いやね、僕あの、まあ、音楽の仕事、まあ、原さんもしてますけど、はい、まあ、僕たち結構友達多い方だと思うんでね、うんうん、まあ、この番組自体はこう友達呼べたらいいなっていう前提で始まってるんですよ、うん、確かに確かに。実はなのでなんか、まあ、最初は2人ですけど、うん、まあ、後々はね、うん、あの誰か呼んでね、そうですね、喋れるような、しかも何を喋るんだって言って、うん、まあ、けどその音楽系じゃないことを喋ってね。まあ確かに確かに、まあ、いつもね、はい、結構よく飲むんですけど、はい、まあしょうもない話ばっかしてますからね。まあ、本当そうだよ、ね。それをここ の、まあ、ただオンラインに載せてお届けするっていう。それでね、そろそろお時間かな。いや、早くないか。え、早い早い。3分しか経ってないね。いや、けど本当すごいよ。これでさ、ずっと喋りっぱで俺たち行くなんて本当すごいからね。しかも、台本ガチでないですからね。ガチじゃない。けどね、俺はね、さすがにバカじゃないんで、はいはい、今回フックになるもの持ってきましたよ。トークテーマ的なね。トークテーマというか、まあ、そのこの1時間を通して、うんうんうん、ずっと、なんていうの、使える。うん、面白いもの持ってきたんですよ、はいはいはい。実は今日何の日か知ってます？11月17日、うん、何の日ですか？いや、なんか俺は何の日かは具体的には聞いてないんですが、聞いてないんですが、今日美容室行った時に、美容室行った、美容師の人に、はいはいはい、今日1日めちゃめちゃ運気がいい日だと、はい、あ、なんか一流万倍日的な、ね、転写日的なやつが、うんうんうん、今日なんだって。へえ。だからなんか財布買い替えた方がいいとかあるじゃん、うん、そういうの、はいはい、じゃなくて今日はマジで金運がめちゃめちゃいい日みたいな。ああ、なるほど。ということで私今日スクラッチ買ってきました、はい、あれ、はい、もしかして、あの楽屋にあります。お、楽屋かい。すいません、今ここで削れや。楽屋にあるんですけど、絶対に削れや、はい、ありがとう、手振ってくれてる人もいる。今削んなきゃ意味ないでしょうよ。で10枚あるんで、うん、ちょっと10分ごとに削ってきません？わかりました。はい、なんで俺一人になるの今。これ外で聞いてる。あ、じゃあちょっと繋いでもらっていいですか？いや無理で、無理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 。え、無理でしょ。無理。持ってきてもらうとかあるでしょ。じゃあちょっと持ってきてくださいって伝えてください。あの手、あの裏、裏手聞こえてるでしょ。もう俺の声聞こえてんのよ。楽屋にね、僕の黒いカバンがある、はい、その中からね。いや、そうなんですよ。だから俺今日はそれがあるって聞いたから。まさかの100万とか。
まあ、一応あ最高100万のスクラッチ持ってきたんで、これ視聴者プレゼントです。まさかの。そうしましょう、うん、この渋谷クロス FM の、うん、しかも時間内に来てくれたらでいいや。あ、なるほどね、うん、それ良くない。あ、それは熱い、うん、100% はやばすぎるでしょ。まああれじゃない、100万円だったら1万円じゃない。まあそれはそうですね、うん、1万円だったら1万円だったら、8000円。あ、結構比率がおかしいようなことになってますけど。まあ、一応そういうのもありますんで、うんうん、はいはいはい、その時間ごとに分けてね、そういうことできたらいいな、はい、あ、それですそれです。カバンいただいてね、はい、我々のスタッフがいないんですよね、はい、ありがとうございます。あ、すみません、ありがとうございます、すみません。いやちょっとね、これはね楽しみなんですよ。5分に10枚ですよね。10枚4分に1回ぐらい削っていかないと。いやこれ結構熱いと思いますよ。ほら、あ、違う、こっちだな。あれ、これ宝くじ買ってないですか。宝くじも買ってる。あ、はい、これあスクロッチ。あ、10枚。へえ。まずはじゃあ1枚目削ってみます。せっかくなんで削った方がいいですよ。え、俺が削っていいの。じゃあヒロさんが買ったやつだからヒロさん削った方がいいですよ。開けます、ここで。見えてる。いやいやいや、いいのよ、いいのよ。韓国のコスメ YouTuber の感じのピント合わせるやついいのよ。開けなくていい、いいのよ。初なんじゃないスクラッチ開けるラジオなんて。確かに確かに。はい、じゃあスクラッチ開けますね。はい、じゃあその間に音楽流してもらう。音楽ないのよ、だから厳しいのよ。厳しいのか、うん、しかもスクラッチ今爪で削ろうとしたけど小銭ないんですか。あるけどなんか爪の方がいいかなと思って。あ、ちょっと面白いけど。いやー、いいね、はいはい、ラジオだね。はい、じゃあ削っていきます。ね、まあ削っていきますね。ここにもし、はい、この配信を聞いてくれて、ここに遊びに来てくれた方にこのスクラッチの、やば、びっくりした。普通にリーチだったからびっくりした今。いやいや、スクラッチ大体リーチになる、なるもんですよ。そうやってワクワクさせてくるんですよ。あ、ん、1個リーチ。ヒロさんこれ、はい、ちょっと1枚目で申し訳ないんですけど、はい、これつまんないかもしれないです。やめよう、もうやめよう、もう1枚削って終わろう。これつまんないわ、俺今想像したけど。これ5万円、今から削ったやつにブドウが出たら5万円です。じゃあ削ってみましょうよ。よっしゃ、はい、終わり、やめよう、もうこれもう、はい、はい、すみません、もうやめます。ちょっと企画中止となりました。企画中止となりました。すみません。いや今俺想像したらめちゃくちゃつまんねえなと思って。ね、なんでこんなつまんないの。絵面がつまんなすぎたんですよ。もう。何なんだろうね。何なんだろうね。難しいね。企画一個飛んじゃったじゃないですか。俺思いついた時すげえこと思いついたと思ったんだけど。めちゃくちゃつまんなかったですよ今。いやいいのよそんな。俺らが本当にただ部屋でイチャついてるだけのやつ。いや、せっかくなんでね、はい、いろんな人に見てほしいから、うん、結構いろんな人に告知したんですよ。ああ、僕も結構友達にしましたね。俺思ったのはなんかツイッターアカウントでハッシュタグで喋るとかさ、よくやるじゃんラジオって。うんうん、あれ必要だなと思ったな、ちょっと。ああ、なるほどね。そんなつぶやいてくれます。なんか、あ、広瀬 P のそうしゃべる P、 しゃべる P、 ハッシュタグ広瀬 P のしゃべる P で本当は SNS 運用した方が良かったの。あ、でもあれですよね、もし11月の3週目、あ、その毎月3週目やるんだったらね、番組ツイッターアカウントとかも作んなきゃいけないんじゃないですか。確かに。とか切り抜き動画上げる TikTok とか。あ、それは俺自分で運用しようかな。ああ、それいいじゃないですか。面白ハイライト部分ね。今だったらめちゃめちゃあれですよけど、あの言ったら、うんうん、スクラッチやろうとしたけどおもろくなかったっていう切り取りしかない。あ、まあまあそうですね。まずいね。めちゃくちゃ面白くないもん、ね、面白くないんですよ。でもさ、10枚あったらさ、1枚は当たりやすい、ね、当たってほしいよね、本当はね。まあまあまあ、これまた10俺削っていいですか。あ、いいよいいよ。あの、喋りながら、喋りながら削って、ちょっと絵だけ見せて、うん、削ってる。めちゃつまんないから、これめちゃくちゃつまんないですよ、本当にこれ。でも、これ1枚の当たりは気になりません？絶対1枚入ってるんだから、これ。まあそうね、うん、今スクラッチをやっておりまして、当たるかどうかやってます。当たった。なんで全部やってんの。あ、全部やんの。もう全部やるでしょ、これ。もうせっかくあるんだったら、ね、いくらが当たるのか、まさかの100万とかあるかもしれないわけですし。今日はね、運気がいい日なんで。あれ、なんか揃ったよ。え、嘘。よ、7枚もすよね。うん。お、200円。やったつまんな。つまんな。クソゲーかよ。クソゲーの方がおもろいっすよ。クソゲーの方がおもろいか。はい。まあまあまあ、なんか他になんかないんですか。これ以外の企画ないんですか。これ以外の企画、うん、いや、これがもうピークだと思ってたよ。やば、この番組。
めちゃくちゃやばいなこの番組。あと喋ってねえしなっていう、喋るピーとか言って確かに喋ってねえし、喋ってねえ、スクラッチ削ってるだけ意味ないんですよ。そうそう、スタジオ汚れるし、スタジオ汚れるし、これ良くないですね。これ なんか喋りましょうよ。まあだから、うんうん、音楽系のお仕事をしてるわけだから我々、ね、はいはい、そうですね、ミュージシャンにピックアップした回とか、はいはいはい、そういうのやりたいんですよ。まあ確かに確かに、そうそうそう、だから出演したい人はね、広瀬さんの、そうそうそう、ね、それを呼ぶっていうのもありだし、確かに確かに、本当は音楽が流せたら、あの例えばこのB メロがいいとかね、ああそういうね、音楽トークしたいですね。音楽トークしたかったんだけどね、うんうんうん、どう削れてる？いや削れてるんですけど、ね、全然来ないんですよ、うん、もう1枚出ちゃってるから200円、200円ね、うん、まあけどいいんですよ、2000円だったんでね、これ10枚で、うん、まあまあね、うん、もういいですか、全然喋んねえじゃねえかよ広瀬 P の喋る P、 喋る P なんです、全然喋んないじゃん、いや全然喋ります、喋ります、はいはいはい、じゃあせっかくなんでね、うん、エピソードトークしていきましょう。あ、まあ絶対した方がいいですよ、はいはい、なんかね、うん、やっぱりこの時期ちょっと忘年会増えてくるじゃないですか。はいはいはい、はいはい、そうですね。なんでコロナも明けましたしね。そうそうそう、結構コロナ明け初じゃないですか。初だね、制限ない感じの忘年会は、うん、そう本当にそう、ライブハウスとかもね、はい、結構普通に行けるようになってきたから、はい、なんかね、この間初めてね、はい、マチコンに行ってきたんですよ。マチコン知ってます？マチコン、あれですか、こう宴会場みたいなところで20-20みたいなので出会い、俺はそうじゃなかったけど、多分普通そうなんだろうね、はいはい、男の子いくら女の子いくらみたいな、はいはいはい、やつ男5000女2000みたいなね、はい、マチコンってさ、はい、まあ、要はそまさにそういうイメージあるから、うんうんうん、年齢とか人数とかさ揃うはずじゃん。まあ大体俺らで言うと30代前後みたいな感じで縛りますよね、はい、縛るじゃん。なんかもうほんとバラバラだったのよ、うん、なんか24-25ぐらいの若い男の子もいたし、うん、65ぐらいのおっさんもいたの。幅広っ。そう、親ぐらいのやつもいたのよ。親ぐらい、そう、そんな縛んないマチコンあります？親ぐらいのやつもいて、はい、でその親ぐらいの人がね、うん、絡んできたの。おっさんってことですよね。おっさんっていうかもうおじいっすよね。おじい年金出るレベル、おじいですよね年金出てんだろうね、多分、うん、で、多分ベルトもサイズがないから、うん、なんつうの、こういう紐引っ張るやつ、はい、サスペンダーみたいな、サスペンダーだったのよ、うん、その人は。でそのサスペンダーのおっさんがちゃんとおじじゃん、もう絡んできたの俺に。役者、うん、役者って、いきなり、いきなり、うん、あ、はじめましてとか何もなく、うん、てか役者みたいな、うん、あ、違いますみたいな、うん、違いますからね、役者ではないですって、うん、一応言ったら、うん、あ、僕はねどこどこのプロデューサーやってんだよって、まあ、結構具体的な名前ちょっと言えないですけど、あ、結構有名ななんかのプロデューサー、そうそう、もうみんな聞いたら分かる、うんうん、プロデューサーだよって言ってきたの、うん、で、えっって思うじゃん、まあまあまあ、そうなんですねっつって、はい、で僕一応作曲とかやってましてって言った瞬間に、うん、そいつが態度変わってフィッて、はみたいな、うん、あ、スイッチ入った、昔ね、昔プロデューサーだったんです、はいはいはい、って言われたの、うんうん、えってなって、うん、いやなんかさっきまで俺に結構グイグイ言ってたのに、うんうん、なんだこいつって思ったんだけど、うん、まあ、その人が仮に達也って名前だったとして、うん、達也さん、達也さん、うん、なんか自己紹介していただいて、達也さん、うん、あ、そうなんですね、よろしくお願いします、広瀬です、はい、すいません、誰かたっちゃんにお酒持ってきてみたいな、あー、ちょっとお笑いに、あ、そうそう、ちょっとお笑いに、おいおいおい、そう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 、メイウェザーだぞみたいな、メイウェザーだぞみたいな、メイウェザーだぞみたいにはなったんだけど、なったんだ、なってない、なってない、なってないけど、で、それでなんかちょっとこう絡んでたら、うんうん、まあ、ちょっと俺がそのたっちゃんいじりがちょっと激しすぎて、あー、ちょっと遊びすぎちゃった、ね、遊びすぎた、ちょっとなんかまあ本当に周りはすごい笑ってくれてたんだけど、たっちゃんだけずっと不機嫌になっちゃって、ああ、なるほどね、広瀬さんあんな年金おじいいじっておもろと、やっぱプライドが、ね、そうそうそう、昔有名なプロダクションのプロデューサーだったプライドがね、そうそうそう、ぶつかり合ったわけです、すげえぶつかり合って、はい、最終的に俺が入れたシャンパンをその人が俺にぶっかけて、ちゃんと昭和やん、2発殴られましたもう令和ですよ事故です、普通に、普通に事故っす、周りも引いてました、ちょっとね、あんまここ数年では見ない光景ですよね、そう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 、まあけどおじいちゃんなんで、いわゆるブレイキングダウンみたいなさ、うんうん、ああいうのじゃなくて、うん、パチンパチンぐらいでしたけど、あーはー、うん、よかったよかった、ちょっとさすがにね笑っちゃいましたね、うん、いやー怖いですね、俺やっぱ親に、なんか親ぐらいの年齢の人だから60歳ぐらいの人ってあんま怒ることないじゃないですか、うん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 、なんかこんな簡単に、まあ、そうですね、そうそう、こんな簡単にぶん殴られるんだと思いましたね、すごいっすね、それ、ま、てか、まあ、そのマチコンもすげえし、うん、そのおじもすごいっすよね、そのおじに言われたんですよ、うんうん、てか俺が言ったの、全然俺が失礼だったら謝ります、うん、すいません、ただ俺はみんなで飲みたいと思っているとシャンパンをかけられるのは悲しいっす、
結構その下手の後輩、うん、俺が失礼だったらごめんなさいの時点でもう負けてんすけど失礼なのは間違いないから一応謝ったらすいませんって、うん、そしたらもうみたいな、うん、いいもうなんか無礼なやつだお前は、うん、みたいな、うん、俺は悪いこと何もしてないみたいな、うん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 、でけど殴っちゃダメですし、うん、じゃあ警察行くかみたいな、うんうんうん、言われたんだけどなんか俺もそこでちょっとやっぱほんと良くないんだけど、うん、いや警察とかほんとやめましょう俺の圧勝です煽っちゃったら俺、うんうんうん、俺殴られてますとか言って、うんうん、俺被害者ですとか言ったら、うんうん、なんか向こうがほんとあの昔のアニメの夜間湧いた時みたいなピンポみたいなほんと見えたらカンカンにね完全にカンカンになっちゃって、うんうんうん、あの周りがこう止めて、うん、まあ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 っつって、うん、終わったんだけど、うんまあ、そういうのもあるんで皆さんちょっと年上の扱いは気をつけてくださいいやそういやどういう話だよ何なんですかそのマチコントークいや本当に、うん、なんかそんな扱いする人ヒロさんぐらいしかいないですよそんないきなりマチコン行ってただこれはちょっと結構分かってほしいのが、うんうんうん、その年上の方は多分俺がいなかったら、うん、あーまあまあコーチプレーですよねそんな若い女の子コーチプレーじゃん絶対だから、うんっていう優しさも感じてほしかったあ俺は、まあ、まあ確かにねそれはそうだと思います絡み方は良くなかったけどね、うん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 、まあでもいじるしかないっすよね俺も多分ちょっといじっちゃうもんいじっちゃうよね、うん、そうそうっていう事件があったんですよだから俺、はい、逆に原さんにちょっと聞きたくて、うんうんうん、ねマチコンじゃないけどなんか、はい、例えば相席屋とか、はいはい、たまに行くって言ってらっしゃったじゃないですかああそうですね、はい、なんか変な人いたとかなんかそういうの聞きたいですねいやでも相席屋って行ったことあります、うん2,3 回あるよ、2,3 回これ結構ね、うん、なんかたまに僕なんか相席屋とか結構なんですかね普段出会わない僕たちみたいな音楽業界って結構出会う人って限定されるじゃないですかそうね、うん、だからなんかこういわゆる普通の職業って言ったらいいのか分かんないですけどやっぱんとは触れ合いたいって定期的に思う時があって、うんうんま、相席行くんですよ出会いとかじゃなくてなんかどういう感じなのかなってこう行くんですけど、うん、なんかすごいんですよ、マチコンじゃねえや、あの相席や女の廃れ方。廃れ方もうめちゃくちゃ廃れてて、まだ相席屋って結局女の子0円なわけですよね。ただだよね。ただ、女の子ただで、うん、男の人はまあ大体10分1000円ぐらい かかるんですけど、まあね、女の子たちはもうただで飲めるから、もう女子会をしたいわけですよ。なるほどで、女子会したいから男の出会いなんて求めてないしただで飲めるからそこにいるだけだけどウェーイとか言って俺とかみたいなやつがこうやって乾杯とかしてもみたいな感じなわけです、めちゃくちゃいやたまに、ね、いい子もちゃんといますけど、うん、基本もう廃れ女オブザイヤーみたいな子ばっかりで言い方よくないすげえもう冷たい対応されるんですげえ悲しくなって終わるんですよ、うんまあだから、ヒロさん行った方がいいですよでもヒロさん多分メンタル持たないと思いますあ、そんなに結構冷たいですもんえ、そんなにうん、うん、そう、だから、まあなんかマチコンとかとはまたちょっとマチコン、まだ金はやっぱマチコン払ってるからまだいいかもしれないまあ女の子もね、そっちも払ってるからね、こう、うん、出会う気があって言ってるわけですけど本当に相席屋とか行くもんじゃないですよちょっと練習してみようよ、うん、で俺が相席女ああ、やって、うん、マジでマジのやつやってマジ、うんあ、すいませんあ、ちょっと待ってくださいえ、違ううんいや、まあ、じゃあ何をやろうとしたもういきなりあ、じゃあ俺まず店員やりますわはい、うん、あ、すいません相席屋入りたいんですけど、うん、あ、はい、あ、男性様2名様です、はい、はい、じゃあすぐに女性の方とお相席になりますんでじゃあこちらでお願いしますあ、こういう感じなんだね、はいで、タッ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 つってグラス持ってグラス持って、はいあ、すいませんやばすみません、よかったら乾杯しませんか全然面白くねえじゃん、これいやいや、もう折れたんだけどほら、でしょこんな感じっすよ最悪なパターンマジウケんだけど、みたいな友達と、この隣のウケんだけど、みたいな感じだしやばいね、それお姉さんたち何してるんですかあ、お姉さんたち、何してるんですかなんでもよくないいや、なんでもよくないってせっかくだから乾杯しようよえ、何してんの、じゃあ逆にいや今乾杯しようと思ってるよえでデブじゃんやばいや本当に本当よこ怖いよこれ広瀬さんだからじゃないですよ誰でも誰でもじゃないかも、ね、ジジイだったらジジイじゃんみたいなこともうそう勝
たっちゃん、たっちゃんだったらもう終わり、たっちゃんだったらもう終わりよ、65の P シャンプーかけるよ、シャンプーかけちゃダメだよ、髪もねえんだからたっちゃんだから、いやわかんねえだろ見てねえだから見てないけど、やばいね、はい、そんななんだ、はい、そうですよ、まあ、そんなでもないですよね、なんかさ、その相席屋って、その相席屋で雇ってる桜がいるみたいな話あるじゃないですか、あ、でもね、俺それこれ俺相席屋行って分かったことがあったんですけど、相席屋ってよくできてて、桜いるんですよ、結論から言うと、結論から言うと桜いて、めちゃくちゃ可愛い子いるんですよ、いるんだ、で、相席屋って行ったことないと思いますけど、まあまあまあ結構広くて、ソファー、対面のソファーがポン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 と並んでる感じなんですけど、入るとやっぱすげえラグジュアリーな空間だし、可愛い子いるんですよ、お、可愛いなっつって、で、こう座るじゃないですか、で、女の子来て、まあ結構普通な感じの、あ、いい子なんだけど、まあ可愛いな、で、なんかチェンジみたいなのできるんですよ、演目みたいなので、こうチェンジっつって、お互いね、でチェンジ して、あ、女の子側もできる、女の子側も男の子もできる、あ、できるんだ、で、あ、じゃあご移動お願いしますって言って、言ってまたチェンジ、もうチェンジせど、チェンジせど、いや、あそこの美女2人のとこはずっと空いてるやん、もう、なんであそこに当たんないんだと、で、誰も座んないんですよ、で、みんなあそこに当たると思ってずっとチェンジし続けるんですけど、美女2人のところはずっと空いてるままなんです、で、2時間ぐらいいるじゃないですか、全然ダメだ、もう終電で帰るか、みたいな時にお客様って言って、もうお帰りですかみたいな感じで、いや、そうですね、ちょっとそろそろ終電なんですけどってなって、帰るか帰んないかの瀬戸際の時にようやくその美女のカードを切ってくるんですよ、そうなんだ、で、その美女は結構プロのみでめっちゃ楽しくて、盛り上げるのも上手だし、可愛くていい子がもうちゃんとギリギリのところで来て、最後もう2時間ぐらいバーって行って、もう1万円ぐらいかかるみたいな感じなんですよ、なるほどね、めっちゃよくできてます、よくできてる、ちょ、もう一回最初から言ってもらっていい、おい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 聞いてろよ、もういいだろ、今の再放送早すぎんだよ、早すぎる、早いよ、もう、え、すごいね、そうなのか、え、ちょっと行ってみたくなったな、今度行きましょうよ、相席屋スポンサーになってくんねえかな、宣伝するから、いやー、ちょっとまあ視聴率少ないんじゃないですかまだ少ない、まだ少ないんじゃない、スポンサー、スポンサーでも募集するのいいかもしれないですね、相席に限らず、結構あると思うんだよね、スポンサー、そうそう、もうずっとここに置いとこうよ、この辺にね、スポンサーの、確かに確かに、絶対置けるから、何がいいかな、スポンサー、俺たちがよく行く飲み屋とかやってくんねえかな、あー確かにね、ワンチャンあるよな、ちょっとそれはありますね、しかもなんかまあ見てる人で言ったら俺とか広瀬さんの近いコミュニティの人になっちゃうじゃないですか、まあね、限定最初はねされるんで、確かにそこにちょっとスポンサードしてもらってやる、ここでねそのお店の告知するってのもいいかもしれないですね、ありだよね、はい、じゃそれまでは一切その話しません、お店の話します、あー確かに、確かに、ね、そう、うんうん、一切しません、すごいね、お互いのさ飲みでのエピソード喋ったら20分経ちました。ああ結構っすね。結構だ。あとヒロさん喋ってる途中だったんであれですけど、あの総額200円でした。下げんなよマジで。いやそんなもんですよ。いやもうガサガサだしもう最悪だねこのゴミの状態。この200円だけでもせめて。せめてね。うんうん、持っときましょう、はいはいはい、これさ財布の中に入れといて忘れるみたいなパターンよくある、確実にそうですよね。でもなんか宝くじのいわゆる受け、取らないやつって年間何億ってあるらしいですよ、あ、そうなんだ、だからヒロさんも今宝くじ買ったやつ忘れないようにした方がいいですよ、確かに見とかないと、すげえ金額なんですよ、ビビる、お、だってさ俺さジモティでさ引っ越しするときに、まあ、後悔した話になるんだけど、あの家具とかをそうそう、ね、売ったりとか引き取りに来るんだったらあげますみたいな、ね、そうそうとかさ、あれでなんか 2,3 千ぐらい売ったやつとかがそのジモティのポイントでずっと残ってて、どういうこと、要は売上金をポイントになるのよ、一回ジモティの中で、ああなるほどね、すぐ現金が入金されるわけじゃなくて、そうそう、ジモティポイントになって引き出すみたいな感じってことですね、ポイントを現金に変えないといけないんだけど、ポイントの執行の連絡が朝来てたもんね、2,3 千ぐらいだけど、やっぱそういうのってあるよな、いやありますよね、ポイントの執行ね、え、あのさ友達のさ LINE ギフトとかのさ、あ、わかる、スタバめっちゃわかる、あれさ、あれなんか言ってほしいよな、ちょっと変えてほしいですよね、機能として、だってその友達のとこに戻って、あ、あいつからスタバもらったってなんないじゃないですか、あのギフトのもらったのをこうちょっとまとめておけるタブみたいなのあった方が絶対いいですよ、だってヒロさんあれっすよね、
お世話になってるグループのマネージャーの人に、ハッピーバースデーって言って、あの名前入りのタンブラー、名前入りのカップね、マグカップ、はい、送ったら、であれ住所とか入れないと、はい、あのキャンセルになっちゃうから、そうそう、おめでとうございますって言って、ありがとうございますって元気言ったのに返送されましたもんね、タンブラー。だから俺ん家にありますよ、合コンっていいのよ、実名は、実名いらない、実名はいいの、合コンっていうのありますから、うん、いやじゃあ本当だから、そういうなんか、うん、いろんなことが便利なのに、うんうん、そこだけみたいな、うんうん、っていうのはもう本当に世の中ありすぎて、まあ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 ね、そうそう、例えば、だからもう 今まさにそうでしょ、だって iPhone で何でもできるのに、うんうん、天気見るのめんどくさくね、 iPhone なんか、あ、ちょっとわかるか、わかるでしょ、うん、ちょパッて言ってほしくない、まあ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 わかる、その東京に住んでんだから日本地図からいらなくない、いや かなりね、引きで、引きから入りますよね、とかなんかその便利ゆえの不便さみたいな、うん、結構俺的にあるんですよね、うんうんうん、俺なんか最近あったかな、そういうのありますよ、それは、うんうん、やっぱり、だから自販機で水買うやつって何なのみたいな話になるよね、そのコンビニが横にあるのに、うん、俺この間見つけたんだよな、ファミマが横にあるのに、うん、横の自販機で水買うやつとかいたんだよな、あれどういうことなのかな、え、それは何、俺は全然自販機でいいんじゃんって思ったんですけど、今だって横にコンビニあるやんみたいな、だってコンビニの方がオペの工数的に自販機の方が早くないですか、あ、早いってこと、はい、あ、そこなんだ、ポイントが、あ、吉野屋式っすか、吉野屋式ってどういうこと、だからお客さんとのコミュニケーションをちゃんと取りたいから、違う、自動券売機は作んないっていうのが吉野屋のポリシーじゃないですか、あ、そうだ、 だから松屋とかはオペレーション重視だから接客を、知らなかった、いや俺は単純にコンビニの方が水のチョイスが選べるやんって、その自販機だと、あ、これコカ・コーラさんのだなとかさ、いろはす、そう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 、うんうん、なるけど、あ、こっち行ったらもっと選べるのになって思うだけ、それいろはすでよかっただけちゃう、その人がその人が、うん、そうかな、俺、いや、あとちょっと高くない、自販機の方が、だってちょっ、まあまあまあちょっと高いかも、うん、でしょ、でもまあ気にしないんじゃないですか、スピード、俺だったらあんま気にしないでスイカでピーって買っちゃうかも、あ、スピード派、スピード派ですね、マジか、はい、水って知ってます、あの2リットルのペットボトルと500ミリのペットボトルだったら2リットルの水の方が安いんですよ、ああ、そうね、そうね、確かに、なんでか知ってます、お、知らない、なんで、あ、ね、ロットが多いんです、2リットルの水の方が、あ、水自体に原価はかかってないけど、まあまあドン・キホーテみたいなもんですよ、バルクで買うのが多いのは2リットルだからそっちの方が安い、ちょっと雑学で組んだったら俺もいい、ああ、じゃあ雑学やります、雑学やり合おうが、はい、これやりますか、喋る P だね、これが、ああ、確かに確かに、これ喋る P だ、ね、こういうね、ファミリーって英語あるやん、ファミリー、はい、これ頭文字なの知ってる、ファーザー、うん、マーザー、ファーザー、あ、め、A か、うん、あ、あ、まあ、マーザー合ってるよ、だからファーザーマーザーだよ、ちょっとファミリー、ファミリー、 FAM、 はいはいはい、全然わかんないかも俺、まあファーザー、うん、アンド、ファーザーアンドマーザーで2人が子供に言う言葉は、ファーザーアンドマーザーが2人に言う言葉は、まあ、2人というか子供に、ファーザー家族に言うこと、子供とか、ファーザー&マーザーに、お父さんとお母さんが子供に言うこと、わかんないでしょ、さあ、子供できたことない、いや、そういうことじゃないから、そういうことじゃない、言われたこと、言われました、まあ、親に言われたことある、俺全然、まあ、わかんないけど、まあ、だから外国の方のセンスではあるけど、いいです、生まれてきてくれてありがとう的な、 ありがとう的な、うんうんうん、ありがとう、あとはありがとう、ありがとう、うん、言うじゃん、外国の人が子供にありがとうみたいな感じで、サンキュー、あー、近い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 、もっともっと上級のやつ、ラブ、あ、サンキュー、ラブ、サンキューじゃない、愛してるよ、うん、あれ、ファーザー&マザー、ラブ、アイラブドリーム、なんでカムトゥルーなんだよ、いや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 、 いや言ってないよ、ラブドリームハッピネスだけどね、今流れ的には LDH ね、 LDH だけど、そう、いや、そうなの、 I love you なの、あ、 I love you なんだ、そうそうそう、ファーザー&マザー I love you、 おー、聞いてんな雑学これいいっしょ、だいぶ聞いてますね、これいいですよね、うん、じゃあ三色団子の話もしときます、コンビニのね、はいはい、色、何色なのか分かります、白、緑、はい、ピンク、はい、
黄色、緑、ピンクですよね、はい、これまずそれぞれの色の意味がまずあります。で、なんで4つ目の団子、基本団子って4つじゃないですか。なんで3色なのか、なんでその色なのか。え、団子って4つなんですか、デフォ。基本は4つ。あ、そうなんだ。そう、なんでか。あ、じゃあちょっと水平思考クイズみたいにやっていいですか。いい、はいか家で答えた質問で、はいはい、それは、歴史が関わることですか。いいえ。童話などに絡む話ですか。いいえ。これもうむずいですね。むずい、うんうん、あ、じゃあ、はい、シンプルにヒントください。4つあるものを想像してください。4つあるもの、うん、4つある団子、昔からあるもので4つあるもの。昔からめちゃむずないよ、まあ、日本で4つ、日本が多いが、うんうん、他の国はないと言われているもの4つ。4つ、はい、4つ。全然わかんない。4つ種類があるもの。4つ種類があるもの。血液。ああ、だからそういう系、そういう系、うん、本当に。じゃあ血液も4つある、うん、あと4つ。え、今は4つ目、ちょうど3つ目と4つ目の間ぐらい。どういうこと？今の時期は。あ、おー、いや、それはちょっと、はい、え、でも何で3つしかないの。じゃあ四季ですよね。四季です、はい、春夏秋冬。で、春はじゃあ何色だと思う。まあピンクでしょうね。夏ってなんだろう。まあまあまあ、消去法で言ったら緑。ああ、そうか、うんうんうん、で、冬が白で、秋がないじゃないですか。そういうこと。そう、秋が来ないっていう。はー、いやーだー、本当に雑学やん。めちゃくちゃほうやん。めちゃくちゃトンチ聞いてるやん。めちゃめちゃ雑学でしょ、うんうん、いや、いいんですよ、そういうのもあります。俺ちょっと待って、すぐ思いつかないかもしれない。もう一個くださいよ、はい、もう一個。はい、あー、いいですね。まあ、カニの日じゃない一番。カニの日、はい、何月だと思う。カニの日、うん、カニの日っていう日があるんですか。あるんですよ。何月何日か、はい、まあ一般的に考えて、一般的に2月2日、はいはいはい、まあこれが普通の答えなんです。正解いいですか、はい、どうぞ。6月22日。6月22日、6が必要ない気がするんですが、なぜか、はい、50音の6個目か22個目にでカニの日なんです。すげえトンチ聞いてるじゃないですか。でもう一個あるの。何を。その日からカニ座が始まります。マジ。マジすごー、それ。これ結構すごくない。すごいな。決めたのはカニ道楽です。お、マジ。カニオブザイヤーじゃないですか。カニオブザイヤー、いっちゃんカニ普及させてる人やん。そうそうそう、日本に。すごいな、それ。すげえ、ちょっともう俺も言いたいな。言いたくない。ちょっと作ってみんな、どう。雑学を。そうそう。ああ、ありそうでない雑学みたいな。そう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 。嘘ですよ、これは。嘘です、嘘です。ああ、はい、あれ、あ、例えばですけど、はい、あのヒロさんがよく言う、あの高層ビルを作ったのは2階3。はいはいはい、あります。ああ、まあありそうでなさそうなんで、まあ、それで言うと1個ありそうでなさそうじゃなくて、実際にある俺がめっちゃ好きな、あの、はい、何々の何々は何々のやつ、はいはい、今ので言うと高層、初めて高層ビルを作ったのは2階3、はいはい、高層ビルなのに2階階みたいな、はい、あるじゃないですか。あの B' っていうグループいたじゃないですか、結構前に、はい、あれどういう曲でしたっけ。 B' ちょっと早すぎるかもよ。 B' ね、 B' とんがりキッズね。そうそうそう、とんがりキッズ、ね、B' で、はい、B' ってまあスーパーマリオっていうゲームで、うん、ダッシュするときに B を押すとマリオが走りますからね、はいはい、でそれで B ダッシュって言うんですけど、はい、まあ、僕みたいなディレクターの人が、はい、まあね、各アーティストにつくんですけど、初めて B ダッシュのディレクターを担当した人の、名字が小走りさんっていう、はい、いや走れよって。そうそうそう、そうだね、全力で走れよ、一番いいやつだね。そうそうそう、走れよってやつね。そうそう、みたいなね。いや、いいですね。のそれっぽいやつ、架空のね、架空の、うんうん。あ、整ったんですか。早くないですか。これなんだろうね。なんだろうね。例えば、うん、コーヒーの、うん、今ドトール近くにあったんで。あ、本社ですからね。はいはい。あの、コーヒーの豆を挽くっていう文化って、うん、いつからあるか知ってる？もう結構前からありそうですよ。500年とか前とか。ああ、あのね、うん、そんな前じゃないよ、実は。はいはいはい、明治維新あたりだね。ああ、そうなんですね、意外と。明治維新あたりで、うんうん。で、その時の社長、まあその一番最初に、うん、
豆っていうかどんぐりをこうやって粉で潰してお茶みたいにして飲んでたんだけど、うん、コーヒー豆っていうのを見つけてコーヒーをやるようになったっていうのが、まあ、ざっくりだけどコーヒーの歴史なのね、うんうんうん、でその最初に引くこれをやったのが、うん、初代引田天功いやいやどうなってんの、いやいやいや無理あるし、今そこの話し始めから聞いた人どういう思いでそうですよ、引田天功明治維新の人じゃないしさ破綻してるのよすいません嘘です嘘です、うん、いや難しいのよだから作んの。ああなるほどね、初代引田天功ね。いや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 二代目引田天功とかいいのよ別に初代はいるんだよね一応引田天功。あそうですよね、そうですね、プリンセス天功のね前ね。そうだよね。いやちょっとさすがに俺ちょっとそれやる勇気ないっすわ。ない、今のはちょっと無理だわ。難しい、うん、けど今の雑学良かったでしょ全体的に。まあ雑学ちょっと面白い、俺結構方法ってなったし。そうそう、使えるしね他のとこで。確かに確かに。いやいいんですよ雑学は、結局いいんだよな。確かに。あれはうわーちょっと違うか。雑学で言うとアクアタイムズってバンドいたじゃないですか、はいはい、つらいときつらいと言えたら、はいはいはい、あれがどうやってバンド結成されたか知ってる？わかんないです。ウィズナインっていうバンドメンバー募集サイトがあった。あったあった、20年ぐらい前ね。そうそう、俺らが中学高校の時とか。そう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 、はいはい、もう今なくなっちゃったんですけど、うんうんうん、そこで集まったメンバーらしいですよ。へえ、そうそう、アクアタイムズ。いやそんなもんじゃね普通そんなもんじゃね。いやいや、ウィズラインで集まってプロになった人っていますか？うーん、まあいないか。バンドやろうぜでなったみたいなさ、うんうん、あんまいないやん。うん、そうそうそう、まあそんなもんなんだけど世の中。あとこれまあバンドっていうかこうなんか僕たちこう音楽やってたじゃないですか。でこうスタジオとか入った時、まあ、その当時まだ SNS とか なかったじゃないですか、うん、俺らの中学ぐらいでギリミクシーみたいな感じじゃないですか、うん、やっぱスタジオでバンドメンバー募集するっていうのあったじゃないですか、うんうん、でもなんかバンドメンバー募集の時の一人称あるあるで東方っていうの何なんですかね東方ギターあれベース、あれ東方って呼んでた俺そうなんですかどちらだろう、東方だろ、うん、あれ何なんだろう。あとプロ志向の、うん、なんかこうの字でなんかみたいな。え、わかる。なんかどっちなのみたいな、うんうん、考えてんのか向かってんのか。わかるわかるわかるそれで全然違うみたいな、あるあるでありましたね。いやなんかせっかくなんで、うん、ちょ曲流したくないですか？一曲ぐらい流しましょうよ。関わった曲流せるって言うからさ。あ、確かに、うん、あ、え、流してます？俺とヒロさんが組んでたバンドそれ流せるのかな。いや音源があれば流せる。いやだって俺ら関わってるし、俺音源ありますよ、うん、MP3 があったら流せます。WAV だったら流せます。あ、流せるって。え、流す？これ、はい、伝説の俺とね、だって今どうせあれですからね、その僕たちのこと好きな人しか、これ初そうね、初オンエアだよね。これ多分聞いてる人も多分めっちゃ喜ぶけど、クロス FM 的にありかどうかっていうのはかなり際どい。そうね、際どいライン。一回ちょっと確認してみます。あ、それかもう流す、もう怒られてもいいから。あ、そうね、今日で番組終了する可能性あるけどそうね、大丈夫かな。一回、まあ、別にそのなんか汚い言葉は言ってないからね。いやいや、めちゃくちゃ言ってんすよこれ。じゃあやめよう、じゃあやめよう、こう怒られるから、ね、一回送って、ちょっとコンプラチェック入ってもらって、はい、コンプラチェックとかできるんですか？いや、聞いて、あ、聞いてもらってね、うん、一回じゃあ送ろうか。しかもちゃんとした音源じゃなくて、俺とヒロさんが、うん、その当時もうないんですけど、新宿ジャムっていうので、ライブハウスね、ライブハウスがあって、まあ、そこでなんかちょっと一回単発でライブやるからっつって作ったバンドなんですよね、うんうん、で、それのリハーサル音源があるんですけど、うん、まあ、それのリハーサル音源がもうすごい曲なんですよ。これすげえ聴いてもらいたいし、これ聴いてもらわないと俺らただなんか、まあ、昔話で却下してほしい。そうね、まあ、言ったら下ネタだからね。めちゃくちゃど下ネタ言ってるんですよ。 そうそれでもいいのかってとこですけど。確かに確かに。まあだからあれですよね、こう下ネタで言うとやっぱこうラジオとかのコンプラってどうなんですかね。例えばですけど、カラオケだと下ネタ入ってるとダメだから、ドブロックの曲とか入ってないんですよ。ああ、なるほどね、うんうん、じゃあダメなんじゃない。でもこれ別にね、カラオケじゃないし老若男女無形とかじゃないから、一回ドブロックとかで流せんのかで決まるんじゃない、ここは。確かに確かに、うん、だからまあそれでいうと、ここの基準でいうと流していい音源は自分が関わった作品だから。今一応ね、まべさんに送りましたけど、はいはいはい、スタッフに送りました。今送ったんですけど、はい、いやこれ流したいな。いるんですか、うちのスタッフは。います。結構キラーコンテンツになるな。いない。あ、いないって。あ、いないんだ。そうそうそう、いないんだ。あれ、これどうしよう。なんか USB とかで渡したらいけるんですか。いけるのかな。
USB でいける。あ、いける。これ流そう、広瀬さん。これもう、もう無理よ。無理か。うん。これはもう流すしかないって。流すか。うん、あ、ヌッキーだ。ありがとう、ヌッキー。あ、そうそうそう。ありがとうございます。はいはい、いやー、これ流せるのやばいな、これ。これオンラインで。YouTube がバンされる可能性ないですか？ないないない。ないですか？何も引っかかんないのよ。本当に？まあ、そうね。いや、しかもリハーサル音源で結構お粗末な音源なんですよ。まあそうね。いやでもね、これ本当はだってさ、2人がやった仕事とか流した方がいいんじゃないの？確かに確かに。いや、これもうなんか1曲保険で入れといてよ。もう1曲。何の保険？いや、その曲は流せなかった時の保険。いや、もう流せなかったらいいでしょ。あの時間もないから、これ。いや、これ危ないな。やばいな、これ。ちょっと待って、チェックするわ。怒られる可能性ある。それ、一応さ、どこまでがさ、アウトなのか聞いといた方がいいんじゃない？確かに、確かに。いや、これ、流せるのやばいな。あ、まぶさん。あ、まぶさん来た。来た。いや、もうこれ流そう。もう流しますか、うん。それでは聞いてくださいで、行きましょう。俺もう帰り挨拶できないで帰るから。これやばい。いや大丈夫か。俺ちょっと怖くなってきたんだけど。でしょ。だからダメだって。ちょっとマブさん、コンプラチェックしてもらいましょう。コンプラチェック、コンプラチェックして。一回曲の、そう流していいか分かんないから。そうね。危ないよ。こんな汚くして俺たちも。確かに確かに。スクラッチで汚すわ。そうだよ。公共の電波でドシモネタの曲流すわね。危ないからね。危ないですからね。いやー、それでもそう、広瀬さんが作った曲なんですけど、俺結構ヒロさんね、いろんなアーティストさんが、ね、楽曲提供してるじゃないですか。でも結構キャッチーさとか含めると、はい、結構ワーク、広瀬 P ワークスとしては俺トップ3ぐらいに入るんじゃないかなっていうぐらい。まあそうね、結構ね、ちゃんとキャッチーですからね。ちゃんとキャッチーだし、その、はいはい、起承転結はあるよ、ね。はい、もう笑っちゃってるもん、だって相棒超えてる。ダメ、マメさんどう？あ、大丈夫。あ、来た。いや、サビまで聞いてない。まあいいや、もう流そう、広瀬さん。流そう。まあだからもう一回説明しましょう、この音源が何なのか。確かに。僕と原くんがもういつですか？ 12年ぐらい前ですね。俺が大学の頃だったんで。もうちょっと巻き込め、あの他のバンドメンバーの名前出したら普通に今活動してる人もいるから巻き込めないんですけど。巻き込んでたから。2人でね、作った曲で、うん、あのスタジオ音源、とかスタジオテイクってやつで、ね。そうね、そうね、よく言ったら。まあスタジオテイクでレコーディングバージョンが存在してないんですけど、そもそも。ファーストテイクならぬスタジオテイクですね。確かに確かに。うわ、これ流すのマジやべえな。やってみましょう。え、なんかせっかくなんだ。おお、俺らが知らないうちにセキュリティみたいな。大丈夫かな。じゃあ行きますか、行きますか。行きますか。じゃあ流しますか。じゃあ、あ、じゃあバンド名と曲名をじゃあ僕からね。はい、じゃあ大丈夫ですか。じゃあすみません、僕と原くんの、約10年前、10年前のやってたバンドです。はい、それでは広瀬さんから曲紹介をお願いいたします。それではお聴きください。木工用バンドで金。できんです。できんだよ、こんなお前がもうさ、笑いすぎなんだよ。俺らや超いたおじさんですよね。自分たちの黒歴史流して、キャッ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 、最悪です。最悪、
最悪です。もう最悪だよ。意外と音がでかいって言ってる。そうなの。ここでそう。意外と、意外と渋谷の街中で、街中で俺の聞いたものを言うなよ。ちゃんと言うなよ。いやけどまあそういう曲があったんですよね、本当に。でまさかここで流れるとはね。ちょっとヒロさん、もう来月ないかもしれないわこれ。そうだよ、うん、ちゃんとリテイクして P にして流すべきだよね。ああ、じゃあ確かにね。そうそう、あ、確かに確かに。反響があった場合はこれね、ちゃんとリリースしましょう。リリースしましょう。本当に需要あんのかっていう。需要ないでしょ絶対。いや けどよかった、これちょっとちゃんと口直ししましょうよ。確かに、あと10分ぐらいありますからね。そう、10分口直ししましょう本当に、うんうん、すごい。いや笑いすぎた、マジクソ笑った本当に。最悪。けどさ、10年、まあなんか綺麗事じゃなくて、うん、こう10年前にやったことがこうやってなんかね、うん、ここでまた確かに、まさかここでリバイすると思う。そうだよ、思わないからね、はい、本当にすごいことです。はい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 、本当になんかいろんな人ね見に来てくれてて、マジで本当もっとちゃんとやんないとダメよ本当よ。だから次回からどういう風な、あ、確かにね、まあ、台本もなければコンセプトも決まってないですからね。そうそうそう、一応喋る P にしたくて、うんうん、だから喋れる人を、まあ、常に呼んでいきたいなと思ってるんですよ、はい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 、なんで次じゃあ誰呼ぶかをじゃんけんで決めません？どっちが呼ぶか、勝った方が呼ぶ、うん、勝った方が呼ぶにしましょうか、はい、てか俺はキャスティング決定してるんですね。それはそうよ。あ、なるほどね。じゃあ蹴っとかないんだね、うん、毎回、はい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 、第3金曜ね、はいはいはい、まあ、もちろんあのお互い仕事 のバランスもあると思います。それはあります。そこはちょっと調整しつつ、もちろんじゃあ次週のゲストどっちが呼ぶかじゃんけん、はい、最初はグッジャンケンぽい。まあまあそうだよな、お願いします。お願いします。あ、勝ったんだから。あ、俺が呼ぶの。あ、俺が呼ぶのか。あ、そう、そういうことか。あ、じゃあ呼びます、呼びます。はい、呼んでください。飛びます飛びますみたいに言っちゃったけど、言っちゃったけど、いいの。 OK です、わかりました。じゃあ次回はねゲスト呼んで、どっちがいいのかな、あの演者とさ裏方。まあそうね、まあ、裏方も面白いですね、あのサカナクションのラジオみたいな感じ。あ、みたいな感じね。音楽業界のね、こう裏方の人を呼んでみたいな。裏方の人呼んでもさ、ああヤッホー、うん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 、手振ってくれる、うんうん、優しい、はいはい、裏方の人呼んでもさ、そのアーティストの話はできない。その例えばじゃあ、まあまあできないよね。そうそう、原さんのだから今担当してる人のことって喋れないじゃん基本的には。まあ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 、そうそうそう、あんまり喋れないですね。そうそう、だからまあ裏方でも喋れるやつがいいよな。まあまあまあ確かに確かに、うん、本当はね。じゃあ楽しみにしてますよ。楽しみにしてください。じゃあ、じゃあまあ基本的にはじゃあそうやって裏方の人とか演者とかを呼んでテーマに沿って喋ろうっていうことで、まあ俺が思ったのは、まあよくあるラジオのお題ですけど、まあ記念日とかでさ検索したらウィキで今日の記念日出てくるじゃないですか。それについて喋るみたいな。あ、なるほどね。それいいな。ちなみにやってみます。やってみましょう、やってみましょう。さっき11月運気がいい日って出たけど、これさ終了5分前でギリギリにやる企画じゃないですよ。スクラッチやってる暇あったらこれ先やってればよかったじゃないですか。55分までだっけ、違いますよね。57分、50分だ。 あと3分、あ、2分だ。え、もうじゃあもう今何の日とか言ってもらえない。何の日か教えてください、何の日。誰得雑語り トリビア、はい、11月17日何の記念日。面白そうなやついきます。将棋の日。あ、そうなんだ。もう終わりだな、へーで、うん、将棋の日。めちゃくちゃつまらんな。めちゃめちゃ受けてるけど今、うん、江戸時代将棋好きだった時の第8代将軍徳川吉宗が、吉宗が決めた11月17日を将棋の日に制定し、うん、毎年1回午前対局制度化を宣言しました。この宣言にちなんで日本将棋連盟が旧暦の日付のまま11月17日に記念日をに制定しております。じゃあ吉宗でなんか1曲流す。いやいや、もう無理だよ、もう1分10秒しかないんだから。え、吉宗で1分流す。吉宗でじゃあ作曲しよう、今お願いします。最後、はい、じゃあ 5秒、吉宗ジングル。いや、吉宗ジングルね。ドゥツカ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 吉宗、さあ始まりましたみたいな。どうですかこれ。いや、もうやばいってラスイット1分でもうやることじゃないのよ。まさか50分までだと思いませんでした。ちょっとね、配分ミスりましたね。配分ミスりましたね、うん、いやだからそれやっぱ金のせいだって。そうね、俺と広瀬さんの黒歴史さらしコーナーでちょっとキャッキャ黒歴史さらしコーナーいいかもね。あ、確かにそれぞれ、ね、それおもろいかもしれない。それぞれ、ね、今のだって超なんか高校の時組んでたバンドなんですみたいなね。あ、それありだよ。それはおもろいかも。それいいよね。あ、よかった流して。そうそうそう、イチャイチャできるしね。
確かに。あ、いいよね。そうですね。あ、じゃあそれもやりましょう。記念日のコーナーと。確かに。終わるんじゃない、黒歴史のコーナー。だからそんなこと言ってない間に。もうちょっとで終わりますね。はいはいはい、じゃああと20秒。あと20秒で終わる。はいはいはい、はい。わかりました。じゃあ最後にね、うん、次は12月の3週の金曜日。はいはい。はい、何曜日、何日、何日、次回、12月15日金曜日となります。15日金曜日。はいはい、またその時に、はい、よろしくお願いします。お会いしましょう。お相手は広瀬ピート、はい、音楽ディレクターの原翔馬がお届けしました。